はい、皆さん、こんにちは。今回はね、昨晩お伝えさせていただいたカード、クレジットカード、ビザカードに対する不正利用に関してね、不正請求に関してということで、言及させていただきたいと思います。あれをいろいろ調べてくとね、まず金額に関して、全部で大体30万円ぐらいになってますね。30万。かなり痛いですね、30万っていうのはね。びっくりしましたよ。ガンガン、あの後も、なんか明細で使われてる感じで、全部で考えたら30万円ぐらいですね。非常に痛いですね。というのは冗談です。30万ってのは冗談だけどね。まあ、昨日の一応額で、伝えさせて、今のところはそれ以上はないんだけど、でもわかんない。まだね、カード止めてないからね。で、この後ね、まだ営業時間が、昨日夜間24時間やってなかったんで、結局営業時間がもうすぐ始まるんで、その時間に電話して、止め、どういうふうな判断するか。ね、向こうがね、止めて、他新しく発行する形になると思うんだけど、そういう感じになると思います。で、いろいろ調べてたんですね。明細とか、まあ、どこのあれなのかな、見てたら、結構ブラジルみたいですね、どうも。ブラジル。ということで、ブラジルに関しては、まあ、一昨年ね、今から1年数ヶ月前に訪れていて、その中で、昨晩の動画でもね、伝えさせていただいてね、まあ、あれはね、わざとではない、ラタム航空の、グループ会社のラタムトラベルというところで、三次決済をされたね、こっちのカードで、こっちの機械では結局2枚通せなかったって言われたんだけど、実際こう、サインも何もしないからね。で、もう一個の方は、結局決済できたんです。で、それで、そっちにサインして、アメックスで、ね。で、こっちの2回に関しては、決済できてなかったと思ったら実際決済できてたということで、これとこっちを2つということで30決済になってたんですね。で、それとともにね、ブラジルにおいて、まあ、日本人結構出会ったんだけど、日本人宿も泊まってたりしたからね、パラグアイの方だよね。そこでブラジルでスキミングの被害に遭ったという日本人が結構いたのが事実ですね。その中でやっぱりこのブラジルっていうのが、リオでは特に起こってますね。サンパウロだったかな、あれ。空港中にある ATM を使ってそのままスキミングされてってあったんで、とにかく、ブラジルはちょっと要注意かなって感じはします。まあ、他に考えられるのが、まあね、いわゆるアマゾンとか偽サイトとかで誘ってきて、クレジットカードに入れる、それは全くしない、まあ、そういった詐欺に関してもこれから言及させていただこうと思ってたところなんで、いずれまた言及させていただこうと思うんだけど、国内のサイトにおいても、なんかそういう、急遽ね、アカウントが停止になりますとか、そういうの出てきて、それで入力してしまって、それが盗まれてしまってあるので、そういったものはしっかり気をつけていただきたいと思うんだけど、それではないですね。たまにね、海外行ってない、なぜかそれで海外の決済されてるって、そういう事例だったりするんで、気をつけていただきたいと思います。ということで、ブラジルでね、使われてるということで、まあ、この後ね、止めさせていただきます。また結果に関してはね、第3弾ということでやらさせていただきたいと思います。一応昨日の動画、昨晩の動画でまだ見てない方はね、ぜひとも昨晩の動画で、詳細述べてますので、ご覧いただければと思います。とにかくね、まあ、国内外でカード使う際ってね、やっぱスキミングされたりとか、あとは最近本当に詐欺とか多いので、そういうふうにね、サイトで誘ってくる可能性があるので、それは十分皆さん注意していただきたいと思います。ということで、ご報告させていただきました。